レスリング柴田三條。はいどうも、柴田です。今日はね、俺全然知らなかったんだけど、パオパオチャンネルっていうね、カップル系の YouTuber が解散、引退、休止なんかするらしいんですよ。120万人いるウームのカップル YouTuber なのね。120万人いて、これ全く知らなかったんだけど、この人たちは有名なの。全然ごめんなさい、全然知らなかった、全然知らなかったんだけど、この人たちは結構有名な方なんですかね。なんかヤフーニュースとかにもなんか取り上げられてて、すごいなみたいな。だから俺が多分ね、見ないところでは、俺 YouTube 毎日たくさんすごい時間見てるけど、まあ、俺は見てなかっただけで、多分まあそのパオパオチャンネルっていうのは、多分柴田を見る層とは全く関係ない層がそのね見てたんだろうなっていう、なんかこんな人たちもいるんだなって思った。で、あ、そうそう、あのパオパオチャンネルなんだけどね、思ったんだよ。なんかあずきと文慶っていうね、男と女の2人組、まあ、カップルでやってるんだけど、あずきの方がね、あずきの方がやりたいことができたか、やりたいことを探したいから今のチャンネルをやめるっていうんだ。で、お互いにそれぞれのステップへみたいなこと言ってんの。これ何なんこれ、ね、これ何。いやだって120万人いたら毎月結構な金額入ってくるよ、お金で。それをなくすってことでしょ。普通の企業だったらよ、ね、売れ続けてる商品をさ急に売らなくなるなんてことないじゃん。金のなる木っていうのかな、花形っていうのかな、どっちか分かんないんだけど、そのね、もう稼ぎがさこうあるわけじゃんよ。こうそれをストップするメリットなんてないよね。やりたいことを見つけたいならやりながらね、やりゃいいのにね。パオパオチャンネルをやりながら探すなりね、その新しい事業なりをねやればいいのにさ、それ両立できないんかね。まあ、分からん。あのカップルチャンネルだからさ、2人の仲がさ悪くなったらもうそこで難しいだろうからさ、そういうことなのかもしれないけどね。いや、なんかちょっと前にヘキトラハウス、もう登録者100万人以上あるチャンネルさポンとしてさ、で二股に分かれて、あのジンと相馬くん側がさそれぞれチャンネル作ってみたいな感じにしてたけどさ、いやなんかこうどっちかが元々のチャンネル使えばいいのにね。あれもね、なんかこう YouTuber ってやつらはこう損得感情じゃなしにね、こう自分たちのポリシーだとかなんだかでね、もったいないことするよね。いや俺はね、 YouTube 始めたのが6年前ぐらいかな。で儲かるって聞いてね、お金のために始めたからさ、で今儲かってるからさ、辞める理由がないんだよね。多分だからみんなもそれ分かってるから、柴田が引退しますとか言ったらさ絶対嘘だってなると思うね。だってお前金のためにやってんのにね、辞めてどうすんのみたいな。これがね、あのメグウィン TV さんみたいにね、もうクソ儲かってないみたいな全然儲かってねえよみたいな感じになったら、もう動画投稿やめますって言ったら、ああなるほどねってなると思うんだけど、もう儲かってんの分かるじゃん。だからね、もうみんなは俺が辞めないと思ってると思うんだけどさ。いやーなんかでもね、すごいね、あのパオパオチャンネルさんたちはね、辞めちゃうのがね、やりたいこととかさ中学生の時に見つけとけよって思うんだけどね。なんか最近の YouTuber ってバンドみたいだなって。バンドもさ解散とかするよね、儲かってんのに。お金よりも大事な自分たちのポリシーとかスタイルがあるんだろうなっていう。いやーね、すごいっすね YouTube って。いやー変な感じ。はい、まあごめんなさい、ちょっと取り留めもなくダラダラ話してしまいましたが、パオパオチャンネルという、人気のカップルチャンネルが解散したそうですよ。
パオパオチャンネルって、ちょっとパオパオチャンネルに詳しい人、なんかこの動画面白いよとかコメント欄にちょっと書いてください。ちょっと引退までのね、6月の 1日かな、6月、5月いっぱいで引退するらしいから、ちょっとそれまでパオパオチャンネルちょっと見たいからさ、ちょっと面白い動画を皆さん教えてください。はい、な感じで、柴田でした。バイバイ。明日を諦めずにいられない。